韓国の移り等の視察団のこのことにつきましては、この私どもがどういうことにしたかはもうすでに外交部会で報告しましたので、しかも先生方もだいぶお聞き及びだと思いますが、時間の関係もありますので視察団の報告については省略させていただきます。しかし金浦空港で私たちは稲田先生、佐藤正久先生ともどもですね、韓国側に対して我々にどういった法的根拠で措置を取るんだという質問をいたしました。それはまず入国禁止をするための、我々を入国禁止するための理由、そしてその理由に対する根拠法令、そしてその法律はどのように運用されているのか、そして過去にそういった適用例はあるのか、まあ、こういうもろもろのですね、質問をしておりますので、これは私たちが要求している間には回答がございませんでしたので、それは公使や大使にですね、韓国の中間の入国大使武藤さんにですね、この我々の要求は委ねて我々は戻ってきたわけでございます。ですので外務省、この外務省とそして大使館と韓国政府に対してどういう申し入れを行っていて、それに対して韓国側が、今の時点で私は聞いてないわけですが、現状ですね、韓国側がどういうふうな回答をしてきているのか、答えをいただきたいと思います。はい、今の時点で、新藤先生にご報告申し上げてないということは、誠に残念ながら韓国側からきちんとした回答が返ってきておりません。これは当然金浦空港で大使が預かった宿題でございますので、大使次席以下も全員がいろんなところで先方の督促をしておりますけれども、先方から回答が返ってきないというのは状況でございます。引き続ききちんとやりたいと思っておりますけど、そういう状況でございます。まあ、これは主管官庁向こうは多分法務部になると思います。で、外通部を通じて法務部やってますが、政府部内での見解が統一というのに至っていないと、このように聞いております。引き続ききちんとフォローさせていただきます。これは誠に有意識ことなので、少なくともそういった法律の適用を友好国の国会議員に我々が納得できない、説明のできない状態で執行したわけだから、これはきちっとですね、回答しろと、そしてまたその今後の措置どうするんだということは引き続き強く韓国側にですね紹介してもらいたいと、これはもう正式にまた要求を出しますのでお願いいたします。で、それではそれについてもう一つ一点、ご点がございまして、今実はですね船の科学館、でですね、この竹島の秘蔵資料を公開しております。それは竹島だけではなくって、領土に関する尖閣と北方領土とこの3つの島の関係を中心にですね、展示会が行われております。で、特に竹島の資料については米子にある山陰歴史館所蔵の資料が初めて県内に出て船の科学館で今展示やってるんですね。ですから非常に貴重なもの、また参考になるものがあると思いますので、これは日を改めてご案内いたしますが、先ほど委員長ともご相談いたしまして、領土特命委員会としてですね、領土関係の展示会が行われておりますから、それを視察に行きたいと、またきちんと説明をできるような、ね、体制を作って行きたいと思いますので、ご案内いたしますから、その際にはご日程が合えばぜひご参加いただきたい。